はい、それではね、こちら天日干しワッシャー加工のですね、金沢レースの紹介になります。はい、でまずね、この生地のね、特徴なんですけども、レースでね、レースのね、産地で有名な金沢の刺繍になります。で特徴的なところはね、見ていただいても分かる通りですね、本当にねこうハンドメイドをねこう感じるようなね、ぬくもりを感じるデザインがねこう特徴的なんですよね。いい意味でこう繊細になりすぎずっていうね、逆にこれってねすごくコストがねかかるんですよね。でこちらのこのモダンなねこうサークルデザインなんですけども、毎年ねすごく人気のデザインになっております。で洋服にしてもいいし、バッグやね、小物を使ってもですね、本当にこう自然なこう自然なんだけどこう個性をねこう活かせるようなねこうデザインに仕上がるんじゃないかなと思います。で今回ね、まあフラックスカラーですね、これもこうナチュラルファンにはねこうたまらないカラーだと思います。フラックスカラーとですね、ねこう深みのある落ち着いたねこうネイビーのねカラー、2色用意しましたので、お好みのカラーをねこう選んでいただきたいなと思います。はい、でベースになってる生地なんですけども、明朝のねこうシーチングになってますので、程よいこう肉感があるんですけども、本当に使いやすいんですよね。洋服にしてもいいし、バッグにしてもいいし、ね、本当に使いやすい厚みなんじゃないかなと思います。はい、でこのね、天日干し加工なんですけども、これもねやっぱりこう職人さんがね一つ一枚一枚丁寧にねこう加工してくれたね、本当に手間暇がかかったね生地なんですよね。イメージで言うとね、こうナチュラルな柔らかさですね。なんかこう機械ではこう表現できないような、だからね、見てわかる通り、同じシワ感っていうところは実はないんですよね。全部がこういい意味でこう人の手が加わってますので、本当にねこうナチュラルな雰囲気をねこう楽しむことができると思います。柔らかさもあるしね、自然なシワ感というかね、ナチュラル感をねぜひね楽しんでほしいなと思います。このナチュラル、ごめんなさい、天日干しワッシャーっていうのはね、京都の方でねやっぱりこう加工を施してくれたんですよね。そんなねやっぱりこう名産地ならではのねやっぱりこうぬくもりをぜひね楽しんでいただきたいなと思います。まずプルオーバー作ってみました。素敵ですよね。こちらねデザインも襟元がねこのようにドレープになるね、エレガントな雰囲気のあるデザインになっております。涼しげにもねなるんじゃないかと思います。でねちょうど切り替えがねありましたので、こう無地をね使ってみたんです。こうしてね無地を使うことによってよりね刺繍も引き立つんじゃないかなと思います。この中のね刺繍の中の一色とね合わせてみました。そしてもう一つバッグも作ってみました。こちらまた雰囲気変わりますよね。縦長のグラニーバッグになっております。こちらもやはりね持ち手と口布の部分は無地を使ってみたので、よりね刺繍も引き立つんじゃないかなと思います。でもちろん刺繍だけでも素敵ですし、こうしてね無地と組み合わせて楽しくねいろんなアイテムで作っていただけたらなと思います。